フォード島は、アメリカ合衆国藩州、オアフ島の真珠湾の中央にある当初である。別名、ラビット島あるいは、マリンズ島、リトルゴーツ島といい、現地語では、ハワイ語、木梅梅という名称も用いられる。1825年の測量時には135ヘクタールだった島の面積は、1930年代に、真珠湾内に戦艦が侵入できるよう、 アメリカ海軍が春節した際の残土で埋め立てた結果、178ヘクタールまで拡大した。古代ハワイ人にとって、この地は法上の儀式を取り行う聖地であったが、1830年代にキリスト教の宣教師によって禁止されている。島は一度、カメハメハ一世からスペイン人脱走兵、フランシスコ・デ・パウラ・マリンに与えられたが、後に、 王国へ返還されたその後、島は、勾配にかけられ、ジェームズ・アイザック・ドーセットが落札した後、キャロライン・ジャクソンに転売された。その後、彼女と結婚した、セスポーター・フォード医師の所有となり、現在の名に解消された。フォードの死後、ジョン・パパ・イーが、フォードの息子から島を買い取り、サトウキビのプランテーションを開いた。 1916年、ホード島の一角をアメリカ陸軍が購入し、飛行部隊の運用をハワイで行うために使用し始めた。その後1939年までにアメリカ海軍が戦艦と潜水艦の整備基地とするため用地を順次取得していく。1910年代から1940年代にかけて島はアメリカ海軍の太平洋における 戦略上の中枢基地として拡張され続けた。1941年12月7日、フォード島はアメリカ太平洋艦隊を目標とした日本艦隊による真珠湾攻撃の主戦場を化した。1964年には国定歴史建造物に指定され、2011年の段階で歴史保存ラショナルトラストは合衆国内で最も危機に瀕している。 歴史遺産として登録している。1990年代末までに数百万ドルが投じられ、架橋などのインフラ整備と不動産開発が行われた。フォード島は引き続き太平洋における活動の中心的な役割を果たしており、太平洋戦闘センターなどの軍事施設や、ノア、太平洋津波監視センター等の民間施設が設けられている。また、この島は、 トラトラトラやパールハーバーなどの映画で取り上げられ、アリゾナ記念館や戦艦ミズーリ記念館には国内外から多くの観光客が訪れる。フォード島はハワイ諸島のオアフ島南部、真珠湾内に位置する。真珠湾はウェストロック、ミドルロック、イーストロックの3水域に分かれており、フォード島はそのイーストロックの中央に位置する。 長さ2 4トル幅1 2トルで、面積は1930年から1940年までの間に135ヘクタールから178ヘクタールにまで増えている。これは、島の周囲の湾内を浚渫した際の残土で埋め立てたことによる。地形はほぼ平坦だが、標高は1.5メートルから4.6メートルまで差があり、 新珠湾へ向けて傾斜している。この島の北側の橋から新珠湾を越えてより広いオアフ島の原わへつながる全長1424メートルの東西に伸びる橋がかかっている。島の土壌は火山起源の砂礫とラグーンの堆積物、珊瑚礁の残骸そして春節砂泥からなっており、そのうち火山起源のものは風色した火山街道や風化した業界湾や 玄武岩である。フォード島はもともと珊瑚礁の路頭だった。周囲には木縫い及びモカイキという名の二つの小島がある。1991年、海軍が島内の土壌や地下水、周囲の海底堆積物を調査した結果、九種の金属、二種の純気発生有機化合物、そしてポリ塩化ビフェニルを検出した。 汚染源として疑われたのは、1924年から1954年にかけて島東岸の中央にあった容量85万リットルの球気の燃料タンクと、1930年から1960年にかけて実施された南西部1.8ヘクタールの埋め立て、そして北東側にある弾薬庫だった。調査結果から汚染地域の新たな土砂による埋め込みが提案された。 1994年、海軍は汚染土の除去と地下水を監視する6つの調査井戸の設置を検討したが、結局、1995年には当初の提言が採用され、汚染土の上に新たに土砂を敷き詰め侵食を防ぐ、植生を移植した。封じ米工事は1996年に完了した。報道島内の野生生物は、新珠湾海軍基地内とほぼ同様である。 野生動物は、ごく少なく、で、ハツカネズミや、マングース、ドブネズミ、クマネズミ、イエスズメ、文鳥に、インドハッカといった、外来種が優勢である。絶滅危惧種のフクロウハワイ固有種のプエオが、島内で狩りをしているのが目撃されることがある。島内のほぼすべての植物が、在来のものではなく、その中には、カリフォルニアから持ち込まれた食用サボテンもあり、 これは1700年代にフランシスコ・デ・パウラ・マリンが持ち込んだものである。島内の入り江は古代ハワイ人に徴用され、ボラやサバヒー、ハワイ周辺で採れるアンチョビーが水揚げされていた。合衆国国立公園局と巨類野生生物局は、真珠湾内とフォート島にある、ワールド・ウォー・ツ・バラー・イン・ザ・パシフィック・ナショナル・モニュメントの戦績を監視し管理している。 古代ハワイの人々は、この島をモクウメウメと呼ばれており、マカヒキ祭の間に行われた子供に恵まれない、夫婦のために行われた儀式に由来する。ハワイ語で、モクとは、切断や、二つに分けるという意味があり、同時に当初の意もあった。単語ウメは、引くもしくは、引きつける、誘うという意味があり、一般大衆のための儀式を示していた。 ハワイ出身の歴史家ハーブ、カワイヌイケインは、梅について、求婚ゲームと考えていた。梅へ参加するために選ばれた者は大きなかがり火を囲んで歌い、その間に、部族の蝶は、マイレの枝を手に、栄章しながら一人一人参加していた男女に、触れていった。蝶に触れられた男女は、島内で人目につかない場所を見つけて、愛を交わす。 夫婦が死とんねを共にすることはなかったが、嫉妬をあらわにすることは無作法とみなされた。この儀式で誕生した子供は、儀式の相手ではなく夫の実施として扱われている。1830年に、この儀式は、キリスト教の宣教師によって禁止された。この地域の先住ハワイ人は、ケアワロー、オープロアと称していた。彼らは、島でスイカを栽培し、 屋根を吹くためにピリ草を収穫していた。ハワイの伝説では、女神カーフパハウが島である少女を殺害し、それを食いた女神はそれ以上の殺人を禁止した。カーフパハウの兄弟カヒウカは、ホード島の海面下にあった水中洞窟に今日構え、エワビーチの人々に食物を与えていた巨大な水と影の金く穴を飼っていたと言われている。 1873年から1915年にかけて編集された木梅梅の地図正確な日付が記述された資料はないが、ハワイ歴史協会の歴史家は1818 18年2月9日にフランシスコ・デ・パウラ・マリンが島を入手し、その後にカメハメハ一世がオアフ島を征服する助力として武器の供与を行ったことで彼の名が透明となったと信じている。しかし、 マリンの日誌にある1809年付の記述には、早くとも1791年には、島と周囲の海域での漁業権を得ていたとある。彼は、食料確保のために船で、羊や豚、ヤギ、ウサギを運び込み、島外から持ち込んだ野菜や果樹を植えた。1825年、放映中にマシンにより死去した、カメハメハ二世とその王妃カママルの遺体を送り届ける。 ために HMS ブロンド号を指揮して第七大バイロン男爵ジョージバイロン提督が到来した。オアフ島に滞在中、彼はパール川の地図を作成した。乗船していた博物学者アンドリュー・ブロックサムは高度島でウサギとノガモを飼って過ごしていた。測量を担当していたチャールズ・ロバート・モールデン中尉は島をラビット島と名付けた。 1826年には、ヒラム・ポールディングが、アメリカ海軍主管として初めて島を訪れた。マリンが主張する島の所有権は、不確かで、通常、ハーイ人は、外国人に、土地の所有を認めてはいなかった。カメハメハ2世は、島が、マリンに、対応されていただけだと考えており、1850年代には、グレート・マヘレ法のもと、島はカメハメハ4世と、 カメカメ派一世の孫娘で大族長の妻、ケカウオの日の二人に分譲された。1865年8月28日、島は購買にかけられ、ジェームズ・アイドーセットが1040ドルで落札し、同じ年の12月28日にキャロライン・ジャクソンへ1ドルで売却した。セス・ポーター・フォードは1851年にボストンから到来し、 合衆国製院病院で医師として働き始めた。フォードは1866年6月にキャロライン・ジャクソンと結婚し、島の運営を開始するとともに東名をマリン島からフォード島へ変えた。1866年のうちにフォードは亡くなり、島は息子のセスポータンフォード2世に相続される。フォードの息子が幼少の間はサンフォードドールが島を管理し、 成人後の1891年には、ジョン・パパイーの土地信託団体へ売却した。チャールズ・リード・ビショップとバーニス・パウアヒ・ビショップ夫妻1778年に、ジェームズ・クック船長が来航した当時から、砂糖はハワイの重要な輸出品だった。1850年代、合衆国がハワイ産砂糖に課していた関税は、ハワイの合衆国に対する税率よりも、 はるかに高く、カメハメハ三世は、固形通称を求めた。1873年には、早くも合衆国軍事委員会は、砂糖の関税を撤廃する代わりにフォード島を確保するよう勧告していた。当時の太平洋軍管区に属していたジョン・スコフィールド、少々とバートン・エス・アレクサンダー名誉巡将は、防衛能力を確認するためハワイに赴いた。 合衆国がハワイを管理することは西海岸の防衛にとって不可欠と考えられ、彼らは特に真珠湾のプーロアに注目した。の隕石でハワイの外務大臣についており、プーロアの近くに別荘を所有していた外国人チャールズ・リード・ビショップはハワイのその入り江の売却を提案した。彼は二人の米軍将官を連れてロック周辺を案内したが、 彼の妻バーニスパウアヒビショップはハワイの土地を売却することを個人的に反対していた。第六代国王ウィリアム・チャールズル・ナリロはビショップが担っていたほぼ全ての勝務に満足していたが国土の一部であれ譲与することが先住ハワイ人の不評を買うことになることを懸念していた。ほとんどの島民は真珠湾だけでなくあらゆる島々から土地が譲渡されることに反対していた。 1873年11月までに、ルナリロは交渉を取りやめ、医師の忠告も聞かずに飲酒にふけてあっという間に健康を損ない、1874年2月3日に死亡した。ルナリロは四つを残さなかった。このような場合、議会に君主を選定する権限が与えられており、後継として選ばれたデイビッド・カラカウアが即位した。この新君主に合衆国政府は、 真珠湾を海軍に譲渡するよう圧力をかけた。カラカウアは、この譲渡が米国に併合される行使となり、また、大地は肥沃で神聖であり、誰にも売り渡すものではないと信じる、ハワイ人の伝統を踏みに散ることになると懸念していた。1875年、合衆国議会は、フォード島と交換にさらに7年間の合計条約を締結することを認めた。しかし、 7年後に期限が来ても、合衆国は延長に興味をほとんど示さなかった。1914年8月13日時点の、フォード島のオアフサ島プランテーションの地図。1887年1月20日、合衆国は、真珠湾の咀嚼を開始した。その直後に、大半が非ハワイ人からなるグループが、ハワイアン同盟と名乗り反乱反乱を引き起こした。 彼らは1887年7月6日に独自で憲法を起草した。この憲法を書いたのは内務大臣のロリン・サーストンで義勇軍の武力を背景にカラカウアを脅迫し首相の大臣と君主の権力を大きく削減する新憲法への署名を敷いた。この憲法は武力を背景に制定されたためバヨネット憲法と呼ばれた。カリフォルニア州から支援を受けて カラカウアは再び議会と交渉を行った。未だ合衆国が互計条約に無関心と見て取った。彼はオーストラリアかニュージーランドとより有利な貿易協定を締結すると予示した。合衆国議会はこの条約が締結されれば、ハワイが合衆国ではなく締結先と併合する結果となるのではないかと危惧を抱いた。カラカウアは、 ハワイの土地を外国に咀嚼することを嫌ったが、1887年9月に条約更新に署名した。オアフ製党会社がジョン・パパ・イーの辞書から120ヘクタールを借り受け、1899年から砂糖の生成を始めた。この事業は成功し、会社はベンジャミン・ジリンハムからワイピオハントを借り受け、12機のローラーミルト鉄道を建設した。 佐藤希美は、貯水池から真水を共有する、用水路を張り巡らせた、フォード島で栽培され、収穫後は、橋家と鉄道で見るまで運ばれた。1902年、近くにあったバーニスパウアヒビショップの辞書が、新珠湾周辺の土地を市場価値より安価に購入する、目的で合衆国の提訴した訴訟に負けた。ビショップの辞書の地価は1英間あたり600ドルだったが、 合衆国は1エーカーあたりたった30ドルしか支払おうとしなかった。結果として、陪審員は合衆国の購入価格を1エーカーあたり75ドルと決定した。報道島の土地に対する関心と同様の訴訟に直面し、ジョン・パパイーの辞書から25エーカーが合衆国に対して無償で譲渡された。その代わりに合衆国は 島全体に対して起こしていた訴訟を取り下げた。フォード島の最も初期のものと見られている航空写真米軍は6イン地方を設置するため、ジョンパパイから島の北側と南側の合わせて10.45ヘクタールの敷地を3000ドルで借り受け、ボイド放題とヘンリー・アデア放題を築いた。1917年、事業に損害を受けるオアフザ島会社の提訴に、関わらず、 ジョンパパイーは合衆国に土地の一部を売却し、飛行場が建設されることになった。ルークフィールドのマーチンメガバイト -1917 年、ホノルルに第6飛行隊が設立され、司令官としてジョンカイ・カーリー隊員が任官した。50機が所属することとなったが、49機しか到着せず、1機は途上で放棄された。カーリーは、 新たな舞台の基地として、水の入手と課税の状況の良さからフォード島を選び、ジョンパパイ土地信託団体から23万6千ドルで用地を買い取った。カーリーがワシントン州に移動となり、タイの指揮権はまず、ジョン・ビー・ブルックに移り、その後ヒュージェーナー少佐が着任して、彼が格納庫と滑走路を整備した。最初に配属した兵士たちは丘を削り、 巨石を取り除き、地面を水平に整備しなければならなかった。すべての大社と主要格納庫は1918年に完成した。格納庫の一つは、鋼鉄と木材で作られた大型のもので、水蒸気と飛行艇用に二つのコンクリート製、格納庫が作られ、他に倉庫や工場、現像室、発電所が建設された。1919年、基地は、 第一次世界大戦のエースパイロットで名誉勲章を授与された英雄であるフランク・ルークにあやかってルーク・フィールドと命名された。アメリカ陸軍によるフォード姉妹の飛行場の設置はハワイの至るところで民間空港の建設ラッシュを引き起こし全米飛行家協会のハワイ支部の設立と全米空港高度の割り当てが行われた。陸軍航空部隊の存在はハワイ人に通常は 好意的に受け入れられた。軍の派遣が彼らの土地に対する敬意の現れと受け止められたためだ。1919年から1921年頃のフォード島アメリカ海軍はハワイに基地が必要と結論を下し、フォード島の陸軍基地を候補と見定めた。新樹湾海軍航空基地に配属する士官9名と兵員55名が1919年12月19日に 任命される。海軍は陸軍から島を接収し、独占を試みたが、ニュートン・ディール・ベーカー陸軍長官はそれを認めず、両軍が島を開け合うことになり、陸軍は島の西側、海軍は南東部に陣取ったロバート・ディ・カーク・パトリックが、島内に海軍基地を設立するために、4機の航空機と55名の兵員を機下に派遣された。カーク・パトリックの部下は、 第一次世界大戦で使用され廃棄予定だった2機のカーチス HS2 リットル飛行艇と2機のカーチス N-9 を受け入れ、島の対岸に建設された2棟の巨大なキャンバス地の格納庫に収容した。ジョン・ロジャーズ少佐が公認として着任した後、軍検隊が島へ移動し、海軍航空交渉 TS や、フェリックスストー海5リットル、カーチス H-16、キーストーン PK1、 ダグラス DT を受領した。軍艦を経流するために石材とコンクリートで島中に岸壁を建設し、1926年にはボボ、ボート FU とボート VE-7、ボート VE-9 副容器が配属された。フォード島の空中写真1930年代、海軍は真珠湾内に戦艦や空母を入港させるため、1500万ドルを拠出して、 湾定の浚渫を決意した。工事は1940年5月に始まり、外洋からフォード島までの水路と島を一周する、水路を確保するため、990万立方メートルの土砂が浚渫された。さらに、戦艦を停泊させるために、ウェストロックやイーストロック、ミドルロックも浚渫している。春節された土砂は埋め立てに利用され、 島の面積は135ヘクタールから178ヘクタールにまで拡張した。海軍は PK-1 や F5 リットル、H-16 といった航空機を新型機に交換した。1933年には第8回紹海中隊が到着し、1935年には 陸軍の爆撃機が大型化し、ルークフィールドでは保守や中期が困難となった。陸軍は新たな飛行場の建設を開始し、アメリカ陸軍航空隊創設機のパイロット、ホーレースミークヒッカム中佐の名を監視、ヒッカム陸軍飛行場と命名した。1936年から1940年の間、パンナムが合衆国とアジアを結ぶ。 長距離国際線を運航し、給油のためにフォード島を利用した。海軍は2万5千ドルで抵抗を建設し、さらに57万9565ドルかけて、新たな大社、消防、給水、照明施設を整備した。1936年6月には、島の着陸場を120メートルから900メートルに延長している。1937年5月、 ルークフィールドにアメリア・ヤハートが、ロッキード・エレクトラで再到来し、未完に終わった、世界一周飛行に飛び立っていった。1939年、3年にわたる工事の後、ヒッカ無飛行場が開設した。陸軍は、すべての運用をこちらへ移し、ルークフィールドは海軍に引き渡された。引き渡し後は、フォード島海軍航空基地と改名され、第二小海航空団の司令部となった。 その後、救命はアリゾナに設立された新たな基地、ルーク空軍基地に引き継がれることになる。1939年9月8日、大統領による緊急声明により、島はさらなる軍事行動に備えるために、新たな施設建設に拍車がかかった。これにより、弊社、組み立て補修用格納庫、本部棟、管制塔が整備され、 さらに洗濯場や劇場まで建てられた。第二次世界大戦の絶頂期には4万人の人員が島内で生活し働いていた。1930年代初頭大日本帝国はその半島中国へ広げようとしていた。この構成に対して合衆国とイギリス、オランダは鉄鋼や航空燃料の禁輸による経済制裁を行った。これは日本が 戦争遂行に必要とする当該資源の90%に相当していた。これにより日本は対中撤退か別ルートからの資源確保による戦争継続の判断を迫られることになる。結局、日本は継続の道を選んだものの、まずは合衆国からの脅威を排除する必要があると判断した。攻撃を受けた報道党の破壊された格納庫。 フォード島には第二小海航空団の司令部があり、1941年12月7日の日本による新珠湾攻撃の空襲第一波の重要目標だった。夜明け前、太平洋戦略センターではフォード島の東岸に沿って6組の離団三橋に7隻の戦艦が列をなして係留されていた。海 -2 三橋は通常空母を係留するために使用されていたが、 当時は空だった。太平洋艦隊機関のカリフォルニアは北東側の海マイナス3に、続いてメリーランドとオクラホマ、テネシーとウェストバージニアがそれぞれ横並びに係留され、テネシーの奥にはアリゾナが補修船、ベスタルと並んで停泊していた。列の近くにはネバダが単独で、海マイナス8桟橋に繋がれていた。 ここに係留されていた戦艦はいずれも関令が18年から25年で太平洋艦隊のうち2隻を除くすべてが揃っていた。ペンシルベニアも真珠湾内にいたが海軍ヤードの艦ドックに入っていた。残るコロラドはオーバーホールのため西海岸にいた。この9隻の戦艦が艦隊を組めば1隻少ないものの日本の活動中の戦闘艦隊と同等だったが ほとんどの日本の艦艇は新しかった。最初の爆撃は、現地時間7時57分に行われ、歴史的な死急砲エアーレード、パールハーバー、ディスイツノードリル、真珠湾に空襲からこれは演習ではないが発せられた。フォード島を囲む戦艦は、日本の攻撃部隊の第一目標だった。40機の来撃機のうち24機が、戦艦列の攻撃に投入され、 湾内の他の場所で戦艦を発見できなかった動きを上回る機体が報道島のこの地域にやってきた。雷撃機は合わせて29本の2 0 0ラムの作薬を搭載した91式魚雷を装備しており、そのうち12本が目標に命中したとみなされている。カリフォルニアに2本、ネバダに1本、オクラホマとウェストバージニアには合わせて9本が命中し、 この2隻は命中後数分で沈没した。雷撃機の攻撃に続いて爆撃機が鉄鋼爆弾を水平爆撃し、その後も別の機体が水平爆撃や急降下爆撃を行った。この攻撃により多くの直撃弾や試金弾を受け、カリフォルニアとメディーランド、テネシーは2度、ウェストバージュニアはそれ以上の回数を受けている。 攻撃を受け燃え盛るフォード島の第六格納庫カリフォルニアを狙った爆弾の一つが第六格納庫を直撃し炎焼した。他の爆弾が第38格納庫や医務室の中には補修組立格納庫の外の道路に落ちた。保証についていたセオドアホイーラークロフトが島内唯一の犠牲者となった。爆撃による最大の成果はアリゾナだった。 爆弾は全部弾薬庫の近くで爆発して壊滅的な誘爆を引き起こし、船は即座に沈没した。アリゾナの沈没によりフォード島の機関導水管が壊れ、真珠湾の奥にあった予備導水管も破壊されたため、島内の給水が停止した。ネバダは最終的に生き残ったが、島から離れて逃げつつあったところを見つけた爆撃機により幾度も急降下爆撃を受けた。 島と海軍ヤードの間で沈没して、湾内の航行を妨げることを恐れ、ネバガはあえて座礁した。ウェイク島での任務から帰島中で、ハワイ近海にいた空母エンタープライズから数機が飛び立ち、攻撃の最中にたどり着いた。日本軍機に撃墜された機体もあったが、より多くが友軍の誤射を受けて墜落している。エンタープライズ航空軍の司令官、H.L. ヤングは、島と、 エンタープライズと遊軍機の間で更新を行うため、管制塔に部下を向かわせたが、フォード島からエンタープライズへ無線通信を試みたものの、通信システムはうまく動かず、無線通信の不調が5社の原因になっていると報告を受けた。多数の官邸と対空放題に通知を試みた後、エンタープライズとフォード島の航空機が再び飛び立ち、数時間にわたって、 敵機の紹介に当たった。しかしそのうちの数機が、限界体制にあった、ード島の防空部隊の誤射を受けて、再び墜落している。列をなしていた戦艦とード島内の海軍基地以外にも、島の西側にあった固定経流設備も重要な攻撃目標だった。島の真西に停泊していた水上規模艦カーティスには撃墜された爆撃機が当たり、 爆撃による被害も受けた。その後、日本の公表的特殊戦航艇,艇による魚雷攻撃を受けたが命中せず、戦航艇,艇は、その後駆逐艦、モナハンが撃沈した。第六格納ことフォード島に中期していた数機の紹戒水蒸気や飛行機が破壊されている。影響真珠湾内でサルベージ中のオクラホマ。およそ傾きが30度まで起き上がっている。日本軍は、 バトルシップローにあった7隻の戦艦すべてに被害を与えた。メリーランドとテネシー、ペンシルベニアは数週間で修理が完了した。他の3艦も1年以内に完了している。しかし、オクラホマとアリゾナは完全に放棄された。合衆国体平洋艦隊の弱体化により、日本海軍は制海権を握り、それは8ヶ月後のガダルカナル島の戦いまで続いた。 空母エンタープライズは関西機を飛ばして、フォード島の紹介と日本海軍の空母の作敵を行った。日本艦隊の捜索から帰還した5名のアメリカ人パイロットが着陸しようとして、フォード島の対空部隊の誤射を受けて撃墜された。島の部隊長は、友軍の誤射について次のように発言している。誰かが発砲し、これまでの人生で経験したことも想像もしたことも、 ない数の弾丸が、うつろに放たれていた、すべて夜の栄光弾だ。攻撃後、ハワイ大学から、ROTC の学生が招集され、戦略本部の保証任務に就いた。島内の診療所では給水と給電が止まっていたため、第二格納庫を臨時の病院として利用しなければならなかった。島内のガソリンタンクは空で、代わりに水が貯水された。残が作られ、 建物にはカモフラージュが施された。3トンを超える残骸が散乱していた。滑走路は2時間で解放されている。ライフルを装備し、警備任務についていた海兵隊員は陸軍や海軍の兵隊に対する給食と衣服の支給に借り出された。島内の工事所にいた20名の囚人は海兵隊の大社に移され、そのまま仕事を割り当てられた。 彼らのうち数名はその働きにより減刑されている。攻撃後の夕刻より、ハワイの住人に対して、照明を消し、電話の使用をやめ、消火のためバケツに水を溜めて、街路から車を退避するよう命じられた。航空機による再攻撃を防御するために、コンクリート製の護岸が60カ所に設けられ、さらに海軍は、内径16インチの導水管を、湾底に設置した。 新たな艦制塔が運用を開始したのは1942年5月1日で、海軍は防空壕とガス浄化施設を建設している。太平洋艦隊の指揮を改善する必要から、本部がフォード島に移された。続く数週にわたって、海軍はオクラホマを引き起こして解体する前に再浮上させ、補修するために、島に21機の大型ウィンチを設置した。 島側に引きずられることを防ぐため、船と海岸の間にサンゴンが山積みされた。結局オクラホマは、太平洋戦争中は沈んだままであり、その後スクラップヤードへ牽引されていった。ネバダとカリフォルニア、ウェストバージニア、そして、キライフ節艦、オグラーラは海軍によって引き上げられた。すべての引き上げ作業には、合計二万時間の海中作業が費やされ、 また遺体や武器、弾薬、歴史的、軍事的に重要な航空機の創作のため5000回に及ぶ潜水が行われた。フォード島のフェリー、モコホロヘレモコホロヘレイトワーヘレホノアワーヘレイホノワ。合衆国太平洋艦隊は1955年に艦隊情報センター太平洋支局を開設した。ベトナム戦争が激化し、グアムにある支局だけでは対応できなくなったためだ。 海事及び航空施設が、かつてビショップの辞書であった新自湾の対岸側に移行していくに従って、島の他の役割は小さくなっていき、1966年、海軍はフォード島海軍航空基地を閉鎖した。しかし、島自体は航空基地の補助施設として管理を続けた。1970年2月、滑走路上1200メートルのフォード島ナルフが、 民間の飛行訓練用に開放された。主に利用したのは地元の陸軍や海軍、空軍、海兵隊の飛行クラブだった。この時期、軍用ヘリの巡航訓練もフォード島ナルフを利用して続けられていた。1972年までに訓練生が最初の単独飛行において島でタッチ棒訓練が実施できるよう、ハワイ州と海軍は契約を締結した。 島を訓練センターとして利用できるようになったことで、近くのホノルル国際空港の混雑解消の助けとなった。1973年2月1日に命令が下り、第三艦隊は本部をフォード島に移した。これは1991年にサンディエゴに移動するまで維持された。島に残された海軍施設はいくつかの本部と士官の住宅だけだった。 1998年5月4日までの12ヶ月間で、この空港では39,992回の離着陸があり、1日平均110回だった。内訳は一般航空用途が98%で、軍用は2%に過ぎなかった。1999年6月1日、国防総省のブラックの一環として、バーバーズポイント海軍基地が閉鎖され、 民間のカラエロア空港圏バーバーズ、ポイント沿岸警備隊航空基地として対応された。結果、フォード島ナルフにおけるすべての活動は終了した。新たな空港は一般航空のために開港され、ナルフは余剰地として返還された。アドミラルクレーリー橋が完成する以前は、島への移動はフェリー代寄りだった。2隻のディーゼルエンジンのフェリーはヘレホの後、 モコホロヘレが就航していた。ワーヘレホノアは1959年に27万4000ドルで購入され、1961年3月3日に海軍が運用を開始した。2隻のうちでは古く大型で、全長55メートルあり、750名の乗客と33台の車両を搬送できた。もう1隻の モコホロヘレは1970年5月25日に110万ドルで購入され、全長49メートルで750名の乗客と42台の車両を搬送できた。両、フェリーとも海軍の人員によって操縦され、軍関係者とその家族、招待客の利用のみに制限されていた。この2隻以外にも小型フェリーが数隻あり、歩行者は フォード島と真珠湾の別の場所へ移動することが可能だった。真珠湾で行われた2006年のフォード島10キロ、橋梁欄に集まった1400名の軍人と民間人のランナーがアドミラル・バーナード、クリック、クレーリー橋を渡っている。はじめは、どこにも行けない橋と呼ばれたアドミラル・クレーリー橋は、ダニエル・イノウエ上院議員が提出したフォード島の 再生と開発のために5億ドルの拠出を認める特別立法が元となり建設された。これにより45家族と3000人の労働者がカメハメハハイウェイまで車で往来し6.5ヘクタールの敷地に5000万ドルをかけて建設された太平洋航空博物館に観光客が訪問できるようになった。計画には海軍人員用に500件の住宅と託児所、 海軍ロッジが含まれている島の開発計画策定において、海軍は島の軍事的必要性と歴史的価値を勘案して提言している。しかし歴史保存ナショナルトラストは、海軍の交渉姿勢が協力的というよりも誘導的とみなし、協力関係を維持するには限界があると考え、2001年にフォード島を11カ所、ある最も危機に瀕している。 歴史遺産の一つとした。海軍の計画には重要な格納庫や管制等水上気用ランプが含まれていたが、滑走路と1920年代の住宅、そして水上気用ランプの弾痕の保存は考慮されていなかった。指定後トラストの希望通り合意に至る前に海軍は保存範囲の拡大に応じた。住宅や施設を増やすために海軍は 島内のインフラを拡充する必要があった。2001年に内径20インチ、全長1800メートルの基幹下水管が島と対岸を結び、下水用ポンプも改良された。橋の構造はユニークで浮き橋区間があるため、橋にケーブルを通してロックを横断させることができなかった。2005年海軍は原和ランディングとフォード島ゴルフコースの間に、 橋から平行に6メートル離して、主管と補助の2つの導管を掘削する契約を結んだ。契約した施行者は、全長1538メートルの厚さ610ミリのカーボンスチール製で、高い磁気遮断性能を有する導管を設置し、光通信用ケーブルと46キロボルトの電力線を通した。フォード島の滑走路を光発電パネルで覆う。 コンセプトデザイン2013年6月、議会と国防総省によるハワイ州の化石燃料への依存度合いを軽減し、コストを減らすことを目的とした命令に応じて、海軍は、フォード島の11ヘクタールに及ぶ滑走路上に、6万、木の光発電パネル設置計画を立案した。この計画は2009年の提案と違い、発電量が2倍もあった。海軍は、 この計画への賛同と引き換えに太平洋航空博物館へ関西島のエレベーター修復費用として25万ドルの提供を申し出た。博物館はこれを拒否し真珠湾攻撃とアメリアやハートの到来をフィーチャーして滑走路の重要性を強調した計画に反対するインターネットキャンペーンを展開した。これを受けて海軍は計画を撤回しパネルを 新珠湾周辺の既存施設に展開することに決めた。フォード島は依然として海軍が使用を継続している。敷地面積3200平方メートルの太平洋戦闘能力センターがあり、演習や訓練、戦闘シミュレーションに利用されている。アドミラル・クレーリー卿が開通したことから、海軍はダニエル・イノウエ上院議員が命名した太平洋津波警報センターを エワビーチの老朽化した施設から3億3100万ドルをかけて島内に移設した。このセンターの立地は論争の的になっている。この場所は津波に対して脆弱であり、海軍の津波対比計画では、島の唯一の接続手段であるアドミラルクレーリー橋を船の避難のために、浮橋区間を切り離すことになっているためだ。また、島には、軍用工地所が引き続き設置されている。 通常はアラスカを本拠としている海上配備 X バンドレーダーが2006年にフォード島にメンテナンスと修理に来航し、その後幾度か出航しては帰還を繰り返している。主として太平洋上を自力で航行できる浮遊プラットフォームに搭載された弾頭探知レーダーシステムでそれが島へ到来することに対して疑念の声が上がっている。 10億ドル近い費用をかけたプラットフォームが実際にアラスカで運用されていないという事実から陰謀論者は公衆破活性オーロラ調査プログラムの稼働バージョンではないかと主張している。2013年、海軍はフォード島の海軍水中戦センターキーポート部門にシミュレーターや仮想現実を利用した訓練施設を400万ドルをかけて建設することを明らかにした。 艦隊統合仮想訓練、試験施設は実際に燃料や物資、船舶の配備コストを消費する代わりに電子的に機雷や対空攻撃シナリオをエミュレートすることで再利用可能として訓練費用を抑えるために開発されている。オアフ島の原はランディングにある第二次世界大戦部訓記念史跡の正面にある標識新自湾攻撃の直後、アリゾナはそのまま撃沈された場所を 最後の墓場として、真珠湾の海底に残されることに決まった。1958年、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領は、船体の上に記念物の建設を承認し、1962年、アリゾナ記念館が建立された。記念館は、原はランディングと一体となっており、訪問客はフェリーでアリゾナ上の施設を訪れる。フェリーは、 海軍の人員が操船しているが、施設全体は国立公園局が管理している。1964年1月29日には、高度島を中心とした真珠湾の海軍施設が、ユナイテッドステーツネイバルベース、パールハーバーとして、国定歴史建造物に指定されている。戦艦ユタは、その当時には、砲術練習館として運用されていたが、島の沖に沈んだままに置かれている。 ウィンチでケーブルを引いて転覆した戦艦オクラホマをサルベージした海軍はユタも同様な手段で回復しようと試みたが成功しなかった。1972年ユタの残骸は船内に58名の行方不明者を残したままメモリアルとして残されることに決まった。アリゾナ記念館の価値を損なう可能性もあったが1998年に 戦艦ミズーリがワシントン州からフォード島へ移送された。記念館として1年間の改修の後、1999年1月29日に開館した。2006年12月7日、真珠湾攻撃から65年の記念日、10年以上の準備期間を経て、第37格納庫を中心として、航空博物館が開館した。2007年12月7日、 国立公園局と戦艦オクラホマ記念物委員会は島の北東側にある戦艦ミズーリ記念館の入り口のすぐ外側にオクラホマ記念碑の建立式典を行った。新珠湾太平洋航空博物館は2010年9月2日に海軍とフォード島の管制塔の貸借契約を締結した。この管制塔は新珠湾攻撃時最初に 無線で警報を発した場所であり、博物館は修復を開始している。1965年公開の映画、危険な道は、ジョン・ウェイン主演でフォード島まで撮影された。この映画で描かれた、現実にはなかった攻撃前の士官夫妻が集まった、プールパーティのシーンは、2001年の記念日に、島内の居住者によって再現された。1970年、島の完成党は、 トラトラトラの撮影のために再塗装された。撮影中、ボーイング B-17 フライングフォートレスがランディングギアの不具合を起こし、フォード島に不時着している。このシーンは映画の中で使用された。破壊された戦艦の残骸をバックに設置されている戦艦アリゾナ記念碑2000年4月、マイケル・ベイ監督の映画、パール・ハーバーの撮影が開始された。 その前に出演者とスタッフはアリゾナ記念館を訪問し、タッチストーンピクチャーズの代表とプロデューサーのジェリー・ブラック・アイマー、米監督は喧嘩を行った。プロデューサーは15機のビンテージ機体をフォード島に持ち込み、撮影のために一つの格納庫に収めた。さらに彼らは爆撃を生き残った15隻の船舶を真珠湾に集めた。管制塔の作戦室は 撮影の便宜上格納庫の中に再現された。太平洋航空博物館は映画が完成等に対する一般の関心を増やし、普及作業への寄付の増額につながることを期待した。米韓督は、報道等の歴史的重要性について次のように述べている。私には、撮影前に報道等周辺でスタッフが目にした鮮明な記憶がある。 我々はほぼ60年前に魚雷が命中した位置が記された沈んだアリゾナから直接面した位置にある表示板を訪れた。私のスタッフは無言で3分間この小さな記念碑の前で佇んでいた。それは我々全員にとって厳粛な瞬間だった。私はこれが仕事を始めるにあたりスタッフの意気込みを高める助けになったと思う。撮影中。 バル TBT-13 バリアントが島に墜落した来撃機として使用された。2010年 TB シリーズハイ5-0で戦艦ミズーリー記念館のすぐ外にある住宅街バトルシップ後部が1エピソードの舞台として選ばれた。このエピソードではパトカーがテネシーストリートとネバダストリートでカーチェイスを行い、 フォード島の多数の住宅と数名の住人がエキストラとして登場した。同じ年、ピーターバーグ監督が戦艦ミズーリを取り上げた映画バトルシップの撮影を開始した。当時メンテナンスのためにフォード島を離れていた艦は、その完了後ドックに戻るまでの間、概要に出て撮影に従事した。戦艦ミズーリ記念館の艦長マイケルカーは映画が このフォード島の博物館の訪問者数を押し上げることに期待を示した。ありがとうございます。